こんにちは、粟田洋介です。今日はペンとインク、そして水彩絵の具で絵を描いていこうと思います。台風が近づいていて、朝から雨が降っています。そんで朝から絵を描こうと思ってたんですけど、なんかもう夜になってしまいました。すっかり真っ暗ですね。夜になっちゃったんですが、早速絵を描いていきましょう。インクとポリグラフィーペン、それからこのイラストレーションボードに絵を描いていきます。今日は芸術の秋なので、ハロウィンの絵を描こうかな。この状態でどうやって絵を描くというのでしょう。嘘でしょ。こんな感じで出来上がりました。なんかもうね、猫に踏まれたりしてインクが染みだらけになってるんですけど、これもいい味だと思っています。いつもね、こんな感じで絵を描いてるんですよ。また2匹来ちゃいましたね。ちょっとこれに色を塗っていくんですが、ちょっと乾かさなきゃないんで、晩ご飯を食べてそれから絵を描こうと思います。今日は焼きそばを作りました。これは一人で全部食べます。美味しかったです。ごちそうさまでした。太陽の光で描きたいので、結局翌朝になってしまいました。寝ている隙に色を塗っていきたいと思います。水を汲んだら早速水を飲みに来ました。では早速水彩絵の具で塗っていきたいと思うんですけど、昨日はとっても描きづらかったです。おお、降りちゃった。はい、こんな感じで完成しました。やっぱり夜描くと電気の光だと色がやっぱ電気の光の色になるので、太陽の光、やっぱり昼間できれば太陽が出てる時間に絵を描くようにしています。なんか猫がテーブルの上に乗ってこなかったので、すごく描きやすかったんですけど、一体何をしているのかちょっと見に行ってみよう。寝てました。はい、というわけで
今日はペン、インク、そして水彩絵の具で絵を描くビデオだったんですけど、なんか猫アートビデオみたいになってしまいました。この絵には何匹猫がいるでしょう。答えは多分ここ1匹だけですよね。なんかね、昨日猫が2匹ももう絵のほとんどこの辺にいたんで、なんかこの絵を 見ないで描いてたんで、もうどんな絵なんだかすっかり忘れてて、まあよくあることですけど、なんかいつもこんな感じで絵を描いてるって言ったんですけど、2匹まとめてやっているのはちょっと珍しくて、ものすごく描きづらかったんですけど、すごく楽しかったです。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。面白かったと思った方は動画作りの励みになりますので、高評価ボタンを押していただけるとありがたいです。そしてこれからも動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。